いきまーす。トゥルトゥトゥトゥー。工場長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちら、トゥトゥーン。チョコデコエッグ。今日はこれを使って可愛いチョコエッグを作っていきたいと思います。それではまずこちらの商品どんなものかというと、チョコエッグが作れるというものです。まあそのまんまで、でただのチョコエッグじゃなくて、まあこのパッケージ見てもらえばわかると思うんですけど、サンリオキャラクターの手作りチョコが簡単に作れるというものになります。それではパッケージ開けていきます。前回チョコエッグちょっと失敗しちゃったので、今回は確実に作れるであろうこの可愛いチョコエッグを作って気分を回復し、また新たにチョコエッグリベンジしていきたいと思います。はい、で中身が、おほー、おー、あ、本体かなこれ。はい、それではまずセット内容を紹介していきます。まずこれが本体。ここを開いてチョコを流して、蓋を閉じて冷蔵庫で冷やすというような感じで作っていくそうです。そしてキャラチョコプレート、これはポムポムプリンとグデタマのプレートです。他にはマイメロとクロミちゃん、キティちゃんとシナモンロール、リトルツインスターズのキキとララ、合計で8種類のサンリオキャラクターが作れるようになっています。あとはエッグスタンドとラッピング袋まで入っています。それでは説明書に従って作っていきます。で、この説明書によると、チョコレートはロッテのガーナチョコがおすすめとのことです。で、セットの中にはチョコとか入っていないので、こういうのは自分で用意してくださいとのことです。で、これを 80g、 これを湯煎で溶かしていきます。あー、なんかホワイトチョコはすごくクリーミーな香りで優しい気持ちになります。あ、溶けた溶けた。続いてこちらの本体にこのチョコレートを流し込んでいきます。なんか意外とちゃちゃっとできちゃうかも。ちょっとカメラからじゃ見にくいんですけど、ここまで入れるっていう線があるので、そこまでうまくいい具合に入れていきたいと思います。まだ入ります。おお、もうちょっと、お、ぴったり。これで蓋を閉じます。怖いな、大丈夫、溢れない。あ、おお、溢れるじゃん。え、いいのかな、溢れるものなの。絶対違うと思うけど、もうちょいかな、怖いな。こっちはちょっと気持ち少なめに入れてみましょうか。ちょっと気持ち少なめで押さえます。閉じます。こっち、あ、大丈夫そう。無事にチョコレート詰まったので、これ冷蔵庫に入れて冷やしていきます。はい、冷蔵庫で冷やして固めてきました。どうなってるか早速開けてみたいと思います。こっちは溢れてない方のはず。よいしょ、開け。あ、めっちゃ固まってる。ちょっと、ちょっと、おお、綺麗。こうなっちゃうんだね。反対側、こっちの方がひどく漏れてた方かな。わあ、でも綺麗綺麗綺麗、こんな感じに仕上がりました。あ、外れた、綺麗に外れた。あ、すごい。この蓋が柔らかいので、上下にキュッキュッと曲げてあげるとパラッと簡単に剥がれます。あ、すっごい、あ、ちょっと欠けちゃったここ。まあでも綺麗でしょう。次にこのチョコエッグをペタッとくっつけていきます。で、くっつけるときはまたここにはめて、この縁にチョコをまた塗って、パタッとくっつけます。これでくっつけます。あ、でもなんか中に入れたいけど、何も入れるものないや。とりあえず閉めちゃおう。また
で、これでまた冷蔵庫に入れて冷やします。しっかりと時間を置いたので、おそらく固まっているかと思います。早速開けていきます。いきます。トゥルトゥトゥトゥ。あ、簡単に取れるわ。てい。あ、簡単に取れるわ。これ以外見ると綺麗な卵型のチョコになりました。まあ、微妙にここにバリがあるから、これをちょこっとチョコだけに。市販で売っているチョコエッグの一回りぐらいちっちゃいサイズかな。結構小ぶりなチョコエッグです。かわいい。いや、これがちょっと残念だな。そして続いてこちらのキャラクタープレート、これを使ってキャラクターのプレート型チョコっていうのかな、それを作っていきたいと思います。ね、今説明書読んで気づいたんですけど、私サンリオのチョコエッグができると思ったら、このチョコエッグとプレートは別物みたいで、サンリオの顔のついたチョコエッグはできないそうです。ちょっと残念な気もしますが、まあ、とりあえず作っていきたいと思います。これを作るときはそのサンリオのキャラの色に合ったチョコペンを用意しておくと可愛くできるそうです。よいしょ。キャラプレートの方いい感じに固まったので型から外していきます。はい、まずはポムポムプリンとぐでたまです。結構いい感じの気がするけど、あ、綺麗に取れる。お、あー、かわいい。かわいくないこれ、ね、ポムポムプリンは真っ白だけど、ぐでたまオレンジ色のチョコレート使ったらかなりぐでたまらしい。はい、あら、かわいい。かわいい。あー、いいですね。続いて私の好きなマイメロちゃんいきましょうか。うたちゃん、うたちゃん、あら、かわいい。マイメロちゃんかわいい。くろみちゃん、えい、あー、かわいい。あー、いや、これかわいいですよ。おー、かわいい。という感じで一通り完成しました。で、最後にこちらのエッグスタンド、これに作ったチョコエッグを、乗せてみたいと思います。で、こちらのスタンド4種類あるんですけど、一番上が可愛いから一番上のを取っていきたいと思います。組み立て方は単純にくるっと挟めばいいのかな。はい、こんな感じで組み立てたら、まあ乗せるだけですね。で、チョコエッグの方にさっきプレートで作ったリボンもくっつけてみました。ちょっとキティちゃんをイメージしてます。で、乗せるとこんな感じ、ちょっと高級卵みたいな、卵様みたいな。ということで今日はチョコデコエッグ作ってみました。ちょこっとね、私が思ってるのと違ったんですけど、サンリオキャラクターのプレート自体もとても可愛いので、よかったら皆さんもチョコエッグ作ってみてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。